KPC Channel PDCA School。 皆さんの1学期の期末、この試験が終わった直後に夏期講習、高専特化の夏期講習リリースしていきたいと思います。こちら25時間の夏期講習が2つ分、予習中心と、復習中心、攻めと守り、2商品2コンテンツほどリリースしていきたいと思っております。去年度の先輩方、ここで大躍進しました。今回今年度、高専受験を目指す皆さんもぜひぜひ一緒に勉強して大躍進していきましょう。はい、どうも皆さんこんにちは。高専プロモーションチャンネル谷にでございます。本日の動画はこちらでございますね。親が子にしたらNG なこと、いくつか紹介していきたいと思います。これから高専受験を迎えられるご家庭の皆様だったり、もちろん、在校生の方が、をお子さんに持つご家庭の方も、有益になるようにちょっとお話ししていきたいと思います。というのもですね、今回少し、特殊で、私の母親をちょっとねここにちょっと呼んできて、ちょっと親子で昔話とかね、皆さんがこれから経験することについて、私たちのちょっと昔話をですね参考程度にできればなと、思ってますので、ぜひとも、ご観覧ください。ということで、実際にですね、ついつい分かっちゃいるけど、子供にやっちゃうことだったり、ちょっとね親心で、老婆心でちょっと言い過ぎちゃうみたいな、そういったことをねちょっと今日、やり過ぎちゃダメだよねみたいなことをちょっと紹介していきたいと思います。それではちょっと呼んでまいりますので、カット入ります。はい、じゃあ呼んできました。いくつかねちょっと質問したいと思うんですけど、最初にちょっと挨拶というかさせてください。じゃあどうぞ。はい、谷に母でございます。皆様質問してお世話になっております。今日はよろしくお願いいたします。はい、そんなかしこまらなくていいんですけどねじゃあ、いくつか3つぐらいちょっと質問したいと思います。まず最初が、結構これお問い合わせ多いんですけど、親が子にしたら NG なことっていうのを、全然個人的な見解でいいんですけど、ちょっと教えてほしいですね。はい、そうですね、今まで私が子育てしてきた中で、感じたのが、自分もそういう環境で育ってはきたんですけども、親から私も勉強しなさいとか、何々しなさい、これしなさいっていうことあまり言われてきてなかったんです、ね、ということは勉強しなさいということがあれですかね、1個目ですかね。そうですね。なるほど、勉強しなさい。やっぱり親としてはそう頑張ってほしい、ね、子供に頑張ってほしいなっていう気持ちからどうしても勉強してんのやんなさいよって口うるさくなりがちだと思うんですけども、そこが一つですね。なるほどなるほど。じゃあ2つ目いきますか。はい、これがですね、1から10まで干渉しすぎない。なるほど。どうしてもやっぱりさっきも同じこと言いましたけども、やはり我が子かわいさと言いますか、子供かわいいので、学んでほしい、欲しいという気持ちからどうしても口出しをしてしまうんですよ。なるほどなるほど。そこですね。どうしても、でも本当にやらない子もなんか一部相談して受けてたら、なんて言うんだろうな、いるんですよ、いるんだよ。で、どうしても言いたい、でも本当に言わなかったら本当にやらないみたいなタイプの子も時々いるらしいんですけど、そういう子に対してはどうすればいいですかね。そうね、その場合はやっぱタイミングを見てっていうか、この話せる子タイミングってあると思うんです。だからそのいつもいつも言ってると、いつも言われてるからって、もうなんだろう、マネリ化しちゃうっていうか、挨拶みたいな感じになっちゃう。そうそう、それとか例えばお母さんでなんかお父さんにちょっとしたこと言ってもらう。なるほど。普段例えばあまり言わないお父さんがちょっとカツンと言った、言われちゃったらちょっとやんなきゃいけないかなとかっていうね、気持ちでひょっとしたら生まれるんじゃないかな。なるほどなるほど。普段怒らない当番の方の親が言うみたいな。大体お母さんがお家のことされたりね、いろいろ子供さんの面倒も主に見ておられると思うんですよ。なるほどなるほど。でも普段やっぱりお仕事されてね、あまり関わらないお父さんがちょっとこう言われると、父さんも俺のこと考えてね、私のこと考えてくれてんだなって。なるほど。またちょっと気持ちが違うんじゃないかな。個人的には、1から10まで全部面倒見ちゃうお母さんも時々いらっしゃるから、1から3ぐらいまで助走つけてあげて、そこからちょっと委ねてみるっていうのも一つ大切かなって経験的に思いますね。思いますね。思う。じゃあちょっと次の質問いきたいと思います。次がよく時々言われるんですけど、谷にさんの受験の時の様子どうでしたかとか結構言われるんですけど、なんか親から見たその様子っていうのをちょっと思い出してちょっと言ってほしいって感じですね。懐かしい話だなって何年前になるか、10年弱ぐらいになると思います。そうね、まず最初が、推薦受けましたけど、推薦、先生からね、お声かけてもらって、推薦受けてみられませんかっていう感じで、ちょっとこう私もその知識的にその頃ちょっと薄くって、なるほど、確かに受けれる条件は満たしてたけど、勝負はできる状況じゃなかったっていう感じ。そうだね、だから後から蓋開けてみるとっていうか、今考えると、ちょっとあの時ね、ちょっと条件は揃ってたけども、もう少しだったのかな、そこに関してはまあ普段の動画で言ってるんで、今日は深くは掘り下げないんですけど、推薦落ちた時のことどんな感じでしたかね。僕あんま覚えてないんで、そこをちょっと。あの時はね、だから私も
まさかそんな結果になるなんて思ってなかったし、私もかなりショックだったけども、うん、やっぱりあなたはね、特にあれだね、落ち込んでたね。そりゃ落ち込むでしょう。まあ、結構一生懸命やってきてさ、ね、あのうまくいかなってこう、ね、一生懸命一生懸命やってきたことがそこでガクッ。うん、折れちゃうわけだから。よくありがちなのが3年生から心入れ替えて頑張ってる子が、うん、やっぱ中1中2の成績で差をつけられちゃったりして、うん、そうだね、だから中3の時点ではもう本当に人一倍頑張ってるって時にそういうことが起こっちゃうことは結構パターンとしてあるから、うん、そうだね、僕がそのパターンだったって感じ、うん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 、なんか気を使ったこととかあります？だからあんまりまああれだよね、むやみやちゃんと声かけないじゃないけど、あーなるほどなるほど、なさいていけどね、うん、コミュニケーションで、あ私はそっとやっぱり見守ってあげるしかないかな今はっていう感じで感じたんだよね、うん、あまりやっぱり言い過ぎるとさ、本人なりに考えてるところに持ってってやっぱりこう外野がさ、うん、いろいろとさやっぱり気持ち乱れちゃうよね。まあ確かに本人が一番頑張らないといけない、そう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 、で頑張ってるのにまた頑張ってねとか、うん、そういう言葉っていうのはやっぱちょっとね、うん、負担かなと思って、うん、確かに確かに、うん、まあ、そこは結構、まあ、受験以外のところでも大切なところだったりしますね。なるほどなるほど、まあ、確かに推薦はまあ落ちた時はあれですね、まあ、一般で頑張ろうって切り替えはどうでした？早かったですか？切り替えはね、早かったよ。あなるほど、俺もびっくりしてさ、うん、いやもうね、俺はね、あの何、ここは振り返らないよみたいな、ね、で俺はもう一般で絶対受かってみせるって言って、すごいなんかね、自信に満ち溢れてたので、ね、今でも思い出す。あまあ、そこはやっぱり部活とかで培われてたので、ね、すごいね、気持ちが強かったね。あ、まあ、結構部活とかでも部活頑張ってたもんね、うん、陸上やってたんですけど、うん、まあ、結構切り替えなきゃいけない試合の時とかもあったんで、うん、そこがまあ生きたかなと。だから運動部今やってる人は、まあ、そういうところで部活が生きるかなと思います、はい、という感じで、じゃあ次いきましょうか。まあ、そのままあの僕は一般受験受けたんですけど、うん、まあ、結論から言うといつも言ってるんですけど、一般受けて努力して受かった方がまあ後々入ってからすごく楽でしたね。でその時の様子ってどんな感じでしたかね？うん、そう、あの時も、まあ、一生懸命精一杯頑張って、でも俺はやりきったと、うん、もう後悔はないよって言って、まあ、結果待ちだったんだけど、ああ、でちょうど発表の日っていうのが学校だったんだよね。あ、確かに平日で、うん、そう、なんで平日なんだろうって思うんですけど、で10時に発表ですと、3月の頭ぐらい、うん、うん、そうで、ホームページをまあ見てください、うん、で私ももう朝から落ち着かなくってさ学校送り出して、ああで、あんたが言ったんだよ、ちょっと合格をね、合格発表見てくれと。だから本当はその先生が昼休みに教えてくれるっていう順番だったんだけど、うん、気になって気になって、もうその10時ぐらいに発表だったから、そうそう、その10時から昼休みの間がもう耐えれないから、そう、こ後悔ないとか言ってた割にめっちゃ気になるみたいな、そう、結構ビッグマウスなんだけど結構そういうところはあったっていう、そうね、で、どうやって伝えたんでしたっけ？そう、あの家から学校がたまたま間近かったので、あなるほど、下駄箱にちょっとメモ書きを入れてくれともうなんかそれはね、お互いちょっと作戦でって、あーなるほど、こっそり、そうで、10時前ぐらいからもうパソコンの前で頑張って、あーなるほど、もうなんかドキドキしながら確認したの今でも覚えてるけど確かに、もうなんか一人で飛び上がって喜んだのをね、あー今でも覚えてる、なるほどなるほど、うん、で、下駄箱に入れてくれてたと、そうそうそう、受験番号と、うん、あのちょっと一言メッセージ、あーなるほどなるほど、うん、いや僕、うん、あ僕も結構まあ余裕こいてたけど結構極限状態だったんで、うん、もう泣いて喜びましたね。ねえ、なんかそうって言ってたよ、ね、周りのみんなあのダメだったって勘違いしちゃってなんか変に気を使われたのを覚えてますね、泣いてるからダメだったのかなっていう感じでまあできたんですけど、うん、で次なんですけど、まあその結構皆さん気になるところが、まあ、塾とかどうしてたのかなってところだと思うんですよね、まあ、そこはもう個人の性格とかご家庭の事情とかその時その時の学力に応じて、まあ、千差万別あると思うんですけど、まあ、一つのパターンとしてうちはどうだったかっていうのをちょっとあのお話ししたいと思います、まあ、お世話になってた塾についてですね、まあ、大手だったか個別、まあ、個人塾だった個人経営塾だったのかってところなんですけど、どうでしたっけ？はい、ですね、まあ、まずこの今の質問のお世話になってた塾の前にちょっとあのそれまでの経緯というのが、あまあ、小学校時代はうん、ちょっと別のところで過ごしてて、大学だったんでね、うんうん、結構田舎の方で6年間過ごしてたんだけど、その時は全然、勉強とかがっつりテスト勉強とかせずに、まあ、90点80点、まあ、90点以上がほとんどだったと思うんですけど、うん、小学校の時は皆さんもほとんどそうだと思うんですけど、うん、まあ、ノーベンでもそんなすごいなんていうんだろうな、高い方の点数で OK だったって感じだったんですよね、うん、で問題が中学入ってからだったんですよね。そうそうそう、でちょうどね、父さんの転勤で出してきて、うん、でちょっと今までいたところよりも少し都会の方にね、うん、それが結構良くて、あの、うん、やっぱ学力の競争、まあ、受験競争も激しかった分頑張れたってところは運が良かったところかなと思いますね、うん、で中1、中2の時はもう今までの動画で言ってますけど、まあ、良くはなかった方でしたね、うん、徐々に上がっていったタイプだったんですよ。でも塾にあの通いたいって言って、なんでかって言ったら、うん、やっぱりその今までいたところでの、まあ、学習状況、うん、で引っ越してきてからのその環境のね、あの、うん、学校でのやっぱり学習状況っていうのは本人がやっぱり何かを感じたんでしょうね、うん、あの塾に行きたいと、あ、うん、でお友達が行ってるとこがあるから行きたいと、うん、行かせてくれと、はいはいはい、で1年の時に塾に行き始めたんだよね、うん、
うん、それが個別塾で、そうまあ、1対2ぐらいの個別指導で、大手だったんですよね。そう、そこ大手だったんだよね。うんうん、そこはまあ、科目2科目ぐらいで週に 1.5 の授業が2回ぐらい、うん、で、まあ、3、4万ぐらいでした ね、うんうん、でそこでは、まあ、あの勉強のノウハウとかはすごく学べたんですけど、そうなんかすごい行き始めて、うん、ちょっとしてからすごい勉強のやり方が分かって楽しくなったんですよね。周りにちょっとびっくりして、うん、あ、そうか、何事もやっぱり理解できて分かって楽しみながらやらなきゃ、うん、勉強も何でもだけど、うん、あ、いけないんだなっていうことをね、ちょっと親なりにそこで気づいて、うん、あ、でもまあ良かったんだなって私はまあ思ったんですね、うんうん、まあ、そこでまあ曲がりなりに、まあ、その勉強のノウハウ、まあ、お手本を真似ましょう、模倣しましょうっていうところと、うん、繰り返しましょうっていうところはあの勉強させてもらって、うん、でそこでまあいろいろあって、ね、で中3になって、そうそうそう、でたまたま新聞なんか読んでたら、うん、あの折り込み高校でさ、まあ、その塾のちっちゃいね広告だったんだよ、うん、英語ぐらいかな、あ、まあ、ほんと目立たないんだけどたまたま目についたんだよね、うん、そのチラシっていうのはその通ってた個別塾の次に通うところの塾だったんですよ。そうそうそう、うん、3年生、そう、そこで結構、うん、高専に関する、まあ、その特化というかそういう教育というか、うん、授業は受けさせてもらったんですよ。高専への道とかって書いてあった、あ、え、何とか思って新聞の折り込みでちょっと小さいチラシは僕も若干覚えてます。しかもね、カラーじゃなくて普通のね、まあ、白黒に黒いね、印刷がしてあって、うん、本当に目立たないチラシだったんだけど、うん、たまたまその高専の道っていうのに 目に留まったという、ね、あ、で、うん、その高専対策の、まあ、授業をたまたま受けれたという感じ、数学をねやっぱりちょっと重視してますみたいな感じで、うんうん、でそこの塾は、個人経営で、まあ、月謝もすごくリーズナブルだったんですね。そうだね、あの当時 ね、うん、ね、エースで、週2回ぐらいでしたっけ、うん、週2ぐらいで行ってたんだけど、ね、で1時間半ぐらいで、でも破格の値段でしたね。そうだね、うん、時給に直すと、先生の時給に直すと、まあ、2000円、3000円弱ぐらい、うん、すごくありがたかったと。先生もね、なんか人間臭いね、いい時だったんだよね、うん、なんで運とかもあるんですけど、皆さんもあのやっぱり信頼できるところに通っていただきたいなと思いますね。この人だって思って、もうやっぱ人柄、最後は人柄だと思うんで、うん、教える能力もすごい大事だと思うんですけどね。そうそうそう、うん、やっぱりあの教えてもらいながらも、うん、やっぱりあの他の部分でね、うん、先生との絡み、うん、でお付き合いの中でやっぱりね、うんうん、そこが一番大事だよね、うん、確かに信頼できて、うん、まあ、ある程度自分の心の内も言えたり、うん、相談乗ってもらったり、親に言えないこととかもあるからね、うん、確かに、うんうん、この人に教わりたいなって思う先生に作るといいかなって思います ね、うん、で、あの、まあ、皆さんにあのよく授業とかお届けしますけど、まあ、僕が届けてる内容はその先生に教わったことも結構入ってるので、うん、まあ、皆さんにね、あの伝えれてて今嬉しいですね、うん、はい、ということで、まあ、とりあえず高専受験の時の様子っていうのをちょっと切りたいと思います。じゃあ次のちょっとテーマが、高専の定期試験の時、まあ、僕が高専入ってた5年間ぐらいの時の定期試験の様子っていうのをちょっと話そうと思います。まあ、まず最初が、まあ、どんな感じで勉強してましたかっていう感じですね、うん、どんな感じでしたか。最初はね、あの、まあ、入ってからすぐの頃ってまだそんなにあれだよね、テストの科目も3じゃなかったよ、うん、9とか8、10、ね、で僕もまあ中学校で痛い目見てるんで、まあ、中1、中2で、まあ、成績良くなくて、じゃあ最初からしっかりあのやっておかないといけないなってことで、まあ、結構気合いは入ってましたね、うんうんうん、結構ね、夜遅くまでね、まあ、やったり、うん、どうしても昼間はね、学校があったり部活して帰って、うん、まあ、すごい疲れて帰っては来てたんだろうけども、やっぱり若さだよね、うん、なんかあとはやっぱり気持ちかな、やらなきゃいけないっていう、うん、あー、なるほど、確かに、あのね、夜中2時ぐらいとか3時ぐらいまでね、うんうん、行ったりしてたよ。確かに確かに、まあその分ね、やっぱり頑張った分だけやっぱりメンタルもね、うんうん、やっぱ来ちゃうからさ、確かに結構イライラしたりさまあ2つ目の話ですね、あれだよね、うん、めちゃくちゃイライラしてたと思うんですけど、うん、どんな被害がありましたか。あー、そうねなんかむやみやたらとちょっとこう、なんだろう、まあ話題じゃないけど、やっぱり持ってきまのない気持ちを、まあ、誰にぶつけるかって言ったらやっぱり身近な親だよね。あ、まあ確かに確かに、うん、それはほら私も親だからさ、うん、分かってはいるんだけど、うん、一応人間だからさ結構ちょっと来たよね、まあ、でも時々反撃はちゃんとしてたから、そう、被害者の会で作ろうかって谷に被害者の会ですか。そうそうそう、まあ、テストでまあその分結果は出した分、まあ、どこかで犠牲があったということで、そうだね、まあ、でもそれは頑張る上でのね、まあ、家庭の一つと、あ、まあ副作用、うん、そう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 、副作用、うん、今考えればね、こうやって笑い話して、はいはい、うんまあ結構そういう感じのご家庭もあるかもしれませんね。そうだね、うん、だからまああれだよね、美味しいものをねぜひ、うん、お子さんにね、あー、なるほど、作ってあげてほしいなって思う、うん、好物の何か一品でもいいし、うんうん、なるほどなるほど、ちょっと心安らぐ、うん、ね、ちょっとまあデザート的なものだったり、まあ、甘さもね、糖分っていうのもほらちょっと体にね入れて落ち着いたりもするから、まあ、確かに、うん、そこもあんまりなんかガミガミ言わずになんか勝手になんか置いとくみたいな感じがいいかもしれません。これ食べな的な感じ、あ、うん、そういう距離感が結構難しそうですね。そうだね、うん、ということで、大体話終わったんですけど、まあ、総括的に、まあ、そろそろちょっと受験シーズン夏休みに入る前なんで、まあ、高専受験生を持つ親御様へということで、まあ、なんか簡単にあればお願いします。あ、はい、うん、まあ、最初のまあ質問からね、うん、ずっとまあ答えてきましたけども、
うん、まあ、やっぱりあまりねこの言い過ぎるっていうのも、うん、そこですね、頑張ってるところに持ってってこうね外野がガチャガチャ言うのも、うん、まあ、今考えると私が感じたことですね、やっぱりあまりあの口出ししない方がいいのかな、うんうん、支える程度みたいな、そうだね、 あとはまあさっきも言ったように、まあ美味しいものをね、うん、いっぱい食べらせてあげてほしいなと思います、好物なものとかね、うん、やっぱ食べることって人間一番なんです、うん、確かに確かに、うん、それで結構ね心満たされたりするもんなんです、あ確かに、うん、だから親としてね母親としてできるサポートっていうのは、私はやっぱりその、あの、まあ、料理好きでもあるんですけど、うん、あのそういうところでサポート、うん、してあげてほしいなっていうのは思いますね、うん、まあ、確かに美味しいもの食べて、まあ、成長できたっていうところもあるんでね、うん、あの食事に関してはありがたいと思ってますね、はい、はい、ということで、まあ、全体ちょっと締めようと思います、親が子にしたら NG なことということで、まあ、この、動画のサムネにはね、あの他人にママ出演って書いてるんですけど、まあ、他にまたねあの話すテーマとかがあれば、また話していきたいと思います。で、今見てくださってる保護者の方でも、まあ、あらかじめその高専受験を経験している、まあ、親として何かちょっと、聞きたいことがございましたら、すぐにご回答しますので、 YouTube のコメント欄などにコメントしていただければ嬉しいです。はい、ということで、今日はありがとうございましたということで、はい、ありがとうございました。はい、ということで動画締めたいと思います。新たな選択肢に高専を。皆さん、この中3の夏休みで一気に勝負を仕掛けましょう。高専特化の夏期講習の広告でございます。こちら新学習指導要領完全対応、高校から降りてきた単元、中1、中2、中3で順番が入れ替わっている単元、こちらすべて包含同梱して皆様と一緒に完全対応していきたいと思っております。今回の高専入試しっかり対策して余裕を持った冬秋を迎えていただくために、こちらも準備しております。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.